私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と、去年生まれた息子のヒロヤ、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸。この3人を育てている兼業主婦だよ。つい最近、懸賞に当選したんだ。小さなテーマパークの日帰り旅行チケットなんだけど、娘がここのテーマパークをすごく気に入ってるんだよね。ということで夫婦で相談して、私と娘で行くことにしたんだけど。聞いたわよ。当選おめでとう。テーマパークの親子チケットだってね。すごいじゃん、水木さん。超すごい。え、花さん、なんでそのことを知ってるの？私、花さんには伝えていないはずなんだけど。だって水木さんが他のママさんと話してるの聞いちゃったんだもん。ああ、そう。千秋ちゃんと行くんでしょ？いいな、いいな。ということで、うちらも一緒に行くことにしたから、よろしくピース。え、うちらって、どういうこと？私とうちの娘に決まってるじゃん。ね、一日遊び放題のチケットが当たったんでしょ？だからさ、うちらの分、半額出してくれてもいいよね。は？何言ってんの？だって水木さんはそれでも得してるでしょ？ほら、幸せはお裾分けするものだよ。ってことで、当日よろしくね。いや、待て待て、お断りだからね。え？なんで？今回は娘と二人、親子水入らずでゆっくり過ごしたいの。それに、なんで私が花さんたちの料金まで払わないといけないのさ。行きたいなら、全額自分で出しなよ。ああ、ひどい、ひどい、すごいひどい。というか、私は別にいらないんだから。本当はお金だってちゃんとあるんだから。じゃあ、そのあるお金を使って自分で払ってね。でも、人付き合いってそういうものじゃないでしょ？違うじゃん、おかしいじゃん。私はさ、水木さんにいいことをする機会を作ってあげてんだよ。わからないの？余計なお世話だよ。はあ？ちょっとおばさんきついよ。私が若いママだからって嫉妬？やばい。そういうのって醜いと思わないの？お、ば、だ、うん。そんなババアにたかりをする暇があったら、単発のバイトでも行けば、一日行けばチケット代と交通費両方稼げるでしょ。テーマパークって行ったって近いんだし。まあまあ、水木さんも素直になりなよ。私スピリチュアル的な本で読んだんだけどさ、人に親切にすると自分にもっと返ってくるんだって。つまりこれはいい機会ってことじゃん。ね、素直になりなって。もっと幸せになりたいでしょ。結構だよ。は？私は十分幸せだから、変な理由をつけてたかりしてこないでね。はあ？ムカつく、ムカつく。私だってテーマパーク行きたいのに意地悪。なんかたまにこういう花さんみたいな人いるよね。懸賞で当選したなら当選した分おごれみたいな人。自分から幸せのお裾分けをすることはあるけど、分けろっていうのは筋違いだと思うな。でも花さんはかなりしつこくて、何度も何度もおごれと大騒ぎ。そしてなんと私たち親子の日帰り旅行の当日、本当にテーマパークにやってきたみたいなんだ。旅行当日、水木さんたち見つけた。花さん、何の話？懸賞でテーマパーク旅行が当選したんだから、私の分払ってよ。ランチ代と交通費含めて3万は払ってね。現地来たからよろしく。私たち旅行はキャンセルしたけど。え？そう、花さんテーマパークに行ったんだね。あれ、というか、花さんのお子さん、今日お出かけでしょ？なんか、一部の子供たちで少し遠い公園に行くって聞いたけど、まさか、花さん一人で来たの？何？私が一人で楽しんじゃいけないの？いや、誰もそんなこと言ってないでしょ。まあ一人でゆっくり楽しめば。お金ちょうだい。私お金もうないの。交通費とチケットでお金終わり。てか朝ごはん食べないで来たからお腹ペコペコなんだけど。いや知らないし、私たちテーマパークにいないから。嘘でしょ。嘘だよね。さっきのは冗談でしょ。本当だよ。それにテーマパークに来ていたとしても、花さんにおごってあげるような理由ないから、いい加減、たかりやめたら。はぁ？ちょっと待ってよ。てか、派手な服にブランドバッグなんて持ってるんだから、普通にお金に余裕あるでしょ。なんで知ってんの？確かに今日はちゃんと気合を入れて、ピンクヒョウ柄のセットアップにブランドバッグだけどさ。え？ほら、いつもそういう服装じゃん。何それ？あ、キャラクターの着ぐるみだ。私写真撮ってもらいたい。あ、
逃げちゃった。ま、そういうことだからさ、自分一人でゆっくり満喫してね。ちょっと!いや、着ぐるみに入るっていうのもなかなか楽しいね。実は私と千秋もテーマパーク内にいるんだよ。着ぐるみを着るっていう体験ができるっていうからさ、せっかくだしやってみることにしたんだ。ちなみに花さんの前を何度か通ったんだけど、まあバレないよね。私が花さんと LINE のやり取りをしている最中は、着ぐるみを着た千秋が目の前をうろちょろしていたよ。いや、それにしても写真を求められたりしてなかなか楽しいな。でも大雨が降ってきてしまったんだよ。ねえ、無理、超無理、やだやだ、大雨なんだけど。ここのテーマパーク全然雨宿りできる場所ないし、屋根のあるところに来たけど風が強すぎて意味ない。ああ、屋内のアトラクションとかショッピングコーナーあるけど、そっちは別途入場料が必要なんだよね。追加1200円だけど払えないの？払えるわけないでしょ、残り120円しかないんだから。そうなんだ。じゃあ私たちは安心して屋内アトラクションを楽しめるね。じゃあ帰れば？交通費が足りないんだから帰れるわけないでしょ。帰るならこの折りたたみ傘で帰ることになるけど、傘持ってるならよかったじゃん。全然よくないから。でも全身びしょ濡れになっちゃった。ゲリラ豪雨ってやつなのかね。でもしばらくは雨は止まないみたいだよ。それにテーマパークも屋外だとかなり濡れちゃうだろうし。この横殴りの雨っていうの？すごい勢いなんだけど。ま、お金がなくて屋内に入れないなら帰るしかないね。で、駅とかで時間を潰すしかないんじゃない？そんな、現地まで来ればなんとかなると思ったのに。千秋ちゃんの前だったらさすがの水木さんもおごってくれると思ったのに。いや、逆でしょう。え？娘の前だったらなおさらたかりに屈しないと思うんだけど、なんか花さんみたいな考えの人って結構いるんだよね。現地まで来ればとか、子供の前ならとか、どの道おごるわけないのにね。意地悪。検証に当選して喜んでるところに水さす花さんの方がよっぽど意地悪だと思うけど。もういい。あ、てか水木さん、私に送金してよ。あんまりごちゃごちゃ言うと全部旦那さんにお話しするよ。え？だって私、花さんの旦那さんとよく会うし。なんで？私、よく夕方にスーパーに行くんだけどさ、その時旦那さんに会うこと多いよ。花さんのところ、旦那さんが家事とか料理してるんでしょ？違うの。私はちょっとその、家事とか苦手なだけで。そういえば、ゴミ出しもいつも旦那さんだもんね。花さん、何してるの？うるさいな。でもやめてよ。夫には言わないで。もし離婚なんてことになったら、私行く場所ないんだから。じゃあ、もうたかりはやめてよね。もういい、意地悪。おごってもらえなかったから意地悪か。なんか歪んでるね。さて、その後、花さんがテーマパークを出て30分後ぐらいに、一気に天気が良くなったよ。もう少し我慢していたら、花さんもアトラクションを楽しめたかもしれないね。まあ、私からすると、超ラッキーって感じだけどさ。私と千秋は屋外のアトラクションだったり、食べ歩きも楽しみ、かなり大満足の一日になったんだけど、なんと、花さんは豪雨の中歩いている姿が、テレビの生中継で流れちゃったんだってさ。翌日。ありえない、ありえない、ありえない！花さん、なんかテレビに映ったみたいだね。私も見たよ。見たの？豪雨の中、すごい顔をして歩いているところだったね。なんか風も強かったから顔が変形してたけど。やっぱり見たのね。ああいうのに映り込むのって劇団員とか雇われた人ばかりだと思ってたけど、なんかゲリラ豪雨の取材に来てたみたいなの。生中継やってたんだけどさ、私気づかなかったのよ。気づかない状態で映り込んじゃって。なんか結構な人数が見てたみたいだね。それがうちの娘、今日学校で言われたんだって。おめえの母ちゃん、すごい顔してテレビ出てたぞ、大丈夫なのかって。へえ、優しい子だね。でもうちの子は傷ついたんだから。それはまあ、母親が変な顔してテレビに出たわけだし、そりゃ嫌になるでしょ。でもさ、聞いてよ。だからといって私と一緒に暮らしたくないって、そこまで言わなくてもいいでしょ。え、お子さんにそんなこと言われたの？
そう、うちの子ひどいでしょ。いや、お子さんにそこまで言わせる花さんが悪いんでしょ。なんでそうなるの。うちの夫も怒ってるし、私実家に帰れって言われたんだよ。帰れば。ただ今度はちゃんと天気予報を見てからね。え、またテレビの生中継に映り込まないようにさ。うるさいわよ。その後、結局一人実家に帰った花さんなんだけど、理由が理由だからね。ご両親からも呆れられて、むしろ離婚してあげた方が旦那さんやお子さんのためになるからと説得されてるんだって。大号泣しながら電話をしてきたけど、ゲリラ大号泣だねって言ったらガチャ切りされたよ。いいギャグだと思ったんだけどな。さて、今日は夫が千秋と二人でお出かけしているよ。ひろやとにゃにゃまると三人なんだけど、よし、にゃにゃまるが遊んでくれている間にちゃちゃっと家事するか。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。